あんまりそのね、シリアスに言うとね、その半グレが怯えるやろうから、だから、優しく淡々と言ってあげるけどね。まあ、とにかく、なんでこんな金使っとん、なんでこんなもんがいるねんって。まあ、確かにそのうちの欲しいものリストなどを見たら、いるんやろうなって。いや、待てよと。ちょっか、これ、このゲームの買い方、これ、明らかに、数学絡みの、ボードゲームばっかし買ってるやんか、みたいな。これやばいんちゃう？こんなんオタクにとってめっちゃ、不慣れなジャンルやんけ。こんなジャンル得意なの？つって、稼げるもんだって。消費者にとって、数学並みのボードゲームとか、やめてよ、もう。魔術師め、みたいな。まず、基本そういう、だろしかも、いろんなボードゲームを、ちゃんと、経営に解釈できるでしょ、うちは。ね。これは工場経営に似たゲームだな、とかね。いろいろ込めってるやろ。ペラってないで、込めって。インコメンターでもないで。サタヌでもないし。うち、左翼ちゃうから。喫茶店、左翼たぬきちゃうから。おるやろ。おじさんはあんただ。あんたのことだ。それポイといて。ポイといて。マッチ棒っぽいよね。するはいいとして。おじさんって言ったら急に盛り上がる癖あってごめんなさいね。人気あるポイントやねんけど、ちょっと。お前が言うなちゃうで。お前が言うなやから、むしろ。で、ブーメランちゃうで。うちの武器は鏡やから。な。で、結局、武器が鏡って怖いね。もろ刃の鏡。それ、両面鏡やから。しかも、刀が大きなの。さて。じゃあ、ひょっとしたら、ほんまに世界滅びるんちゃうか。だから派手に買おうとんのちゃうかって。派手か、あれ。めっちゃ知れてんね。しかも、実にくだらんもんばっかりこと。なんでこんなもんいるねんって。しかも、これ工作材料。世界滅びるのに何、日曜大工とか。楽しい工作って自作すんなよ。プラモ、せめてプラモ買えよとかね。まあ、鉄道模型買え、むしろもっと買え、鉄道模型とかね。自作の余地あるもん買うなとかね。その消費者たちは思ってたやろうけどね。消費者ハッカーたちはね。ハッキング消費者っていうかね。発狂団体かハッキング団体のこと。まあ、似たようなもんやけどね。だそんなもん。職業だろ、ともかくね。そういう工作にスパイなのは。そのフリーのハッカーってちょっとやばいで。ほいで、結局、でもなんか、その購買成績下がってきてるぞ。ああ、限度額下げられたんやろ、的な。しょぼ、しょぼ、こんなもんばっかり買ってる。なにこれ、なにこれ繰り返し買おうとしてしくじっとる。何か意図があるに違いない。調べろって。自分で調べろって、だんだん、発狂ハッキング集団の中も、ひびが入っていき。なんでこんなもん欲しいんや、なんでこんなもん欲しいんや、みたいな。何これ、しつこい、またこれ買おうとして、しかも失敗。何 やろ、これなんか意味あるんちゃうか、これなんか意味あるんちゃうか。 しかも、あ、ていうか、なんでこんな一生懸命買おうとするんや。こんなもんネットで買わんでも、
ると思うで、うん、あんなあんね足運んで、現金で買った方がはるかに安いし、簡単やし、すぐ手に入るもの。なんでわざわざ、外に、超安全運転バックオンズ、こう待機させてあるから。やっぱり聞いてきたな、バディブロー。言ったけど、バディちゃうからな。フォロワーでもないし。で、時々、超安全運転バックオンズ、どうも怯えてるそう。あれが、あ、演技やろって一見も演技に見えるやろただ、よく見てみるよく見たら、微妙にガニ股やろほんで、しかも、その飼う前にちょっと一瞬躊躇してるこれ黒やで俺らは何色8回から入るやろ。脳みそは入るかなみたいな。だといいよね。マイチングボールだったっけ。マイチングボール。マッチ棒ボールです。あ、それそれ。マッチ棒ボール。エルヴィス・プレスリー。サガスクリスチンやろあ、そうそうナイチンギャル違う方が大きいよほとんどにすかそれはウグイスなのかよ漢字が違うよねちょっと漢字違うよねって言ってだんだん日々入っていくやろ脳みそに脳みそなんか分断されていくよねもう戦術立てられないってことはだつまり、これは本当に世界滅びるから一生懸命買い込んでるんじゃないかだよねしかも、こんなものなんでいるんだろうかっていうのは。ん？熱帯魚じゃないかすぐ買おうとして失敗。わかった、温暖化だ寒い地方の魚がいなくなるから、熱帯魚買ってやがるな、食おうと思って。増やして食うつもりだ温暖化でこんな凶暴そうな魚小魚じゃないかこれだしじゃこだニューだしじゃこカラフルだしじゃこ恐ろしいこれは絶対に世界滅びるぞってコンスタントに滅びるぞコンスタントに滅んでいくのか。いや、なんと言わんとスタントマン。スタントマンだよって。超安全とバックオンズがもともとスタントマンだよ。そうだよ。仕事ないから最近スタントマン。借金増えてるからあいつら。芸能人並みに金使うけど仕事はスタントマンだけど、まあ金はね、あの危ない。シーンならもらえるらしいけど身持ち尽くしてんだよ仕事ないしもうあんな業界だよね危険シーンがなくなってきてるもんねいやスタントマンもいらないよねスタントマン相手だからだから多少どつかれてもやつら平気だまあな、まあ、ただ借金王なだけだスタントマンだよねだからその配置はそれでいいとして結構、乗馬見たらみんなピューッとその逃げていくのにな。そうなのかよ。いや、だから、乗馬が、ピューッと逃げていくのにな。あれはだから戦術、オフサイド戦、オフサイドトラップだから。ああ、オフサイドトラップだよな。だけど踏み込んでねえよな。音で踏み込んでるから、音で。剣道でもそうだろ音で踏み込むだろだ、でもサッカーは一応体で踏み込むぞオフサイドってサッカー用語だけど剣道で音で踏み込むとしたら例えばって言ってたら相手が怒って突っ込んでくる
で、突っ込んできたところを叩くんだけど、そこで逃げちゃいけないんじゃないか。さらに踏み込ませて叩く。犯罪じゃねえか。先に叩かせないと。痛いだろ。まあ、スタントマンだから。まあ、あっちの方のあれでいいんだ。あんまりもらってるし。いろんなとこから依頼があるからな。あいつが喋るたびに、もうかるもうかる。借金返せるというものだ。しかし、お前借金あるのかよ。なけりゃこんな仕事してねえだろ。ああ、そうだな。とりあえずだ。この前、ツイッターで絡んだら消しやがった。そっちも展開してんのね。こっちとら左翼だなと思って、サタンだ。サトラだ。サトラ。サトラって。緑色の猫のことか。ちげえよ。しまった。サタノとインコメンターシリーズ、まず、マジあれ、受けたよね。受けねえ、あんなもの。そっか。とりあえず、ま、観察しようぜ。出てきたら。まあ、この使いっぷりは、しょぼいな。それでも意地でも使おうとしているな。これは何回も来るな。波があるな。まあ支払いが終わったらだろ。終わり次第すぐさま買いを入れてるな。で、なんでこんなものがいるのかさっぱりわからねえよね、これは。ていうか煽るよね、こいつ買ったら。これいいよね的な煽りがちょっとあるよね、時々感じるよね。そう、左翼には分からないけど、てか左翼だっけ、ポリスマンだ、ポリスメン系か。これ来るんじゃねえか、本当に。何回もこんな波演出してるのか。世界滅亡の、こんなもんで滅亡するのか。これを買ったら滅亡するのかよ。いや、そうじゃなくて、その俺はあれだから、あのね、デイトレだったから。ああ、デイトレだったのか。そうだよ、デイトレだったんだ。で、今この仕事やってる。こっちの仕事と言える。あ、そうだな。あ、そうだよ。ていうか本部の方で結構みんな使いまくってるらしいぞ、金。あんまいいよな、前線の気持ちも知らんねえね。本当に来るんじゃねえか。これは、これを変えっていう意味なのか、ひょっとして。みんなも変えよ、これを、みたいな。ハッキングしてるやつしかわかんねえだろ。ああ、そうだな。こんなもの買ってどうするの？何に使うんだ？これが一体何に化けるんだ。おまじないか。おのマジックライトだろ。なんだそれ。おまじない。面白いのか、そのよ。さあ。なんだマジックライトって、だから何なんだよ。毎日それだよ。それ、バカ、それあいつだ。ああ、そうだな。あいつがマジだ、マジだ、マジだ。俺たちは魔法生物って言ってたな、あいつ。当たりだ。うるせえ。当たりじゃねえ。外れだ。デイトレが。俺は強くなった。こういうカード返し潰すつもりじゃねえか。だってこいつパナソニックの足も止めた。トヨタの足も止めた。イオンの足も止めたじゃないか。楽天の足も止めた。
こいつに気に入られたソフトバンクしか勝ってねえぞ。やばいな。ってことは、そうだよ、こいつはえげつない司令塔だ。ソフトバンクを埋めたらソフトバンクが勝つってことだ。ソフトバンクの道開けてるんじゃねえか、こいつの指令で。その指令の暗号がこの買い物なんじゃなくて、シー、それは儲け話だ。だよな。しかし元ネトウヨと元パヨコがこうやって舞台を組んで仕事してるなんて危険だよね。危険なよ、奇遇の言い間違いだ。難しいことわかんないんだろ。パーはうるせえせえ。この暗号を解読しよう。これは金になる。本部に教えるべきか。なバカだな、教えてどうすんだ。まあな、まあな。ビットコインの足元だ、こいつ。欧米金融に、欧州金融に、ビットコインスタイルをストップさせろと指令さんざん出してあげく、本当に。欧州金融がビットコインのブレーキかけ始めやがった。こういう指令と困るやな。本人が貧乏なのし、困りはしない貧乏。そうだな、何かの暗号なんだこの買い物。この商品がどういう意味なんだ。書籍ならわかるんだから。そうだな、寒いな、冬だから、うん、温め合おうか。気持ち悪い。そうだな、うん、寒くなってきた。コーヒー買ってきてくれ。お前が行けよ。まあとにかく報告書に書いておくか。後で物事になってやる。そうだな、買い物が何かの暗号になってるようだって打ってみた。お返事だ。ベールそれぐらい知ってるよ。お店がましく書くんじゃねえって書いてある。柄悪いな。ああ、まあこれで一応言ったから俺たちの責任だな。この買ったものが結局株価と関係あるのかな。それは関係ある。こいつが買ったらそれは株価が上がるという意味だ。その商品の産業の株価軒並み上がるわけだ。そっか、よくわからないよ。それはデイトレにはわからねえだろう。芸能クズやの芸トレはデイトレのデイトレみたいな人だ。ゲートレだろ、どうせ。うるせえ。一応俺はパヨクだからの工場経験がある。こいつが褒めるのは確かに、確かに、確かなんだ。こいつが褒めるのは確かなんだ。工業製品はだから株価が上がるかどうかだろ。上がりやしねえよ、下がりもしねえ。働いたところは分かんなかったか。今は分かるぜ。こういうハイテク部品、ハイテク素材は上がんねえんだよ。下がりもしねえが超安定。資産形成でも何でもないよ、こんなもの。ただ減らねえから。惑わされるの。そうだな、うかつだ。苦してんのに何が悪条件か。うるせえうるせえ。自慢ってねえよ。自慢っていこうかよ。なんだそれ。若いやつの顔脱がねえかな。またかよ。時々定期的に脱いでくれるからバッグになるぜ。脱いでくれるから。
ッカーたちはかなり破産してるはず。カード破産。しかし、その取り立てはハングレはできない。